さて、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。トリトリマンさんからいただきました。リブリアンとグレートサイヤマンのクソ雑魚だと思って回さなかった自分をぶん殴りたいということで、まあでもグレートサイヤマンはちょっと分かりづらかったですよね。うん、ただリブリアンはめちゃめちゃ強いですよ。リブリアンはめちゃめちゃ強いんでね、さすがに持っておきたかったかなっていうキャラですね。はい、お次のコメントがこちらです。白白さんからいただきました。バニシングなくても単発止め単発で、交代の時間は稼げるよということで、あれですよね、世界大会でも結構やってる人いましたよね。うん、まあそこまで僕は多分頭が働かないですね。うん、多分厳しいんじゃないかな。単発止めも最近できるようになったんでね。はい、お次のコメントがこちらです。ただゴッドハンドクラッシャーさんからいただきました。リブリアン強いんだけども、キャラがそんなに好きじゃないんだよねっていうことで、まあわかる。変身前やったらね、だいぶ良かったんやけど、でも変身前やったらあこまで強いリブリアンは実装されてないと思うんですよね。うん、まあどっちを取るかっすね。だからかっこいいキャラを使って PVP するか、あまりちょっとまあかっこいいとは言えないキャラクターで、まあ、PVP 買っていくかみたいな、うん、まあ天秤にかけてどっちが自分に合ってるかっていうのをまあ決めて、使っていったらいいんじゃないかなと思います。はい、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回はドラゴンボールレジェンズの1周年始まる前にアップデートがあるみたいなんで、そちらの方をちょっと紹介していこうかなと思います。結構衝撃的なアップデートで、まあ多分賛否両論あるんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。はい、まあ画像は、ベジット参戦ということで、1周年イベントまであと4日、ライジングバトルを攻略してベジットを手に入れろっていうことで、これ多分あれですよね、あのノーマルゴテンクスとかグレートサイヤマン1号とか、悲しみのトランクスとか、まあ、多分その辺と同じような仕様にはなるとは思うんですけど、まあ、これはちょっと、まあ、後回しにしといて、何が大きな変更があるかというと、29日にアップデートがあります。はい、1周年はまだ先なんですけど、29日に、PVP とか、まあだから対戦モードですよね、対戦モードにおける戦術が増えて減りました。増えて減りました、まず、増えた面が多分冒頭で動画見ていただいたと思うんですけど、タックルが、実装されたと。うん、でこのタックルって何ぞやっていう感じだとは思うんですけど、まず PVP って、遠距離、中距離、近距離っていう距離に分かれるとは思うんですけど、その中距離から近い距離にいるとなんかタックルができるみたいで、そのままアーツをつなげて、また戦術の幅が広がっていくみたいな感じのアップデートなんですよね。はい、でどうやってできるかはまだ見てっていうか、まだわからない、判明はしてません。中距離で単発機弾を打つとそのタックルになるのか、それとも前ダッシュを入力するだけでタックルになるのかっていうのもわからないし、で動画で見ていただいた通り、回避ができないような気がします。タックルに関して、うん、だからなんかさらにスピーディーになったって感じですよね。もう上手い人は全員が全員中距離で戦うようになり、このタックルを交えながら、PVP を戦っていくって考えると、なかなか、
大きな、だいぶ大きな、アップデートだと思います。うん。まあ、これがどこまで強いかわかんないし、実際どうやって防ぐんだっていうのもわかんないし、回避できんのかな？回避できないのなら、多分、射撃アーツとか打撃アーツを被せるしかないとは思うし、タックルタックルでぶつかり合うしかないとは思うんで、だいぶ難しいとは思うんですけど、まあまあ、それだけスピーディーな対戦になると、今後は予想されます。で、戦術の面が減った点、射撃の後の後隙がなくなったっぽいですね。これどうなんだろうなっていう気がするんですけど、まあこれも多分賛否両論あるんじゃないかなっていう、仕様だと思うんですけど、まあこのさっき見せた動画の、コメント欄とか見る限り、射撃の後の硬直なくなってねみたいなコメントが結構ずらーっとあったんですよね。やっぱりみんな気になる点だったと思うんですけど、今までは射撃の後の硬直に、アーツを入力できたんですよね。確実に攻撃を当てることができた。うん。それが嫌だから射撃キャンセルという、一つのテクニックが生まれたわけですよ。だから実質射撃キャンセルが廃止になりましたね。うん。多分まあ最初のうちはみんな癖でやっちゃうとは思うんですけど、これはどうなんでしょうかね。射撃の後の硬直、まあでもあれですよね、射撃キャンセルやっぱり練習してもできない人とか、そもそも YouTube とか見ないから射撃キャンセルって何みたいな、そういう人も絶対いるとは思うんで、そういう人たちからすると、だいぶ楽に、回避ができるようになったと。で、逆に射撃キャンセルをすごい練習してやっとできるようになったっていう人は、まあ、結構複雑なのかなとは複雑な心境なのかなとは思うんですけど、まあでも、まあ、ノーマル状態で何もせずとも射撃キャンセルを、使うことができるみたいな感じに考えると、まあちょっと操作が楽になったのかなっていう、増えた分何かを減らさないといけないっていう判断で、射撃の後の硬直をなくしたのかはどうかは分かんないんですけど、まあ、だいぶ、まあ初心者っていうか初心者に優しくなったのかなって思ったんですけど、このタックルが追加されたことによってさらに難しくなったんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、これはまたなんかテクニックの開発が進みそうな気がしますね。射撃の後の硬直がなくなったことによって、すぐにライジングを打てるのかとか、すぐにアーツを打ち込むことができるのかとか、まあ、そういうところももう一から見直していかないといけない。で、タックルの仕様、これもまた一から、見直していかないといけない。てかまずどうやってやんのっていう感じだと思うんですよね。これはだいぶ PVP ガチでなんかバトルランク50狙ってる人とか、1万以内入って意思選考毎回もらってる人とか、もう1位を狙ってるもう最有力者みたいな、まあ、そういう人たちからするとだいぶ革命的な、アップデートじゃないかなと、個人的には思いましたね。はい。で、お次の話がベジット参戦、この黒髪状態ですよね。黒髪の、能力がちらっと出てるんですよね。メインアビリティで交代禁止を付与するということで、いやー強いもう正直それだけで強いんですよね。で、ベジットなんでステータスもそんな弱くなるわけでもないし、多分ね予想ですけど、ベジット弱くしちゃう運営はどうかと思うんでね、逆に。だからこのベジットは多分今でもまだ使われてる赤風呂、あれ全員もらえるスパーキングなんですけど、あれ並みの性能にはなるんじゃないかなって、確実に思いますね。まず交代禁止が間違いなく強い。だから、緑バーダックとか、まあ最近で言うとリブリアン、青ゴジータの必殺アーツ、これで交代禁止が付与できますけど、まあ、PVP やってみて交代禁止されるとだいぶしんどいですよね。だいぶしんどい。で、そっから射撃キャンセルで確実にライジングラッシュを当てられたりとか、まあ、戦術の幅がだいぶ広がるというか、交代禁止1体いるだけで、戦況が揺るぐ、
それぐらい大きな、能力だと思うんで、それが付与されてるっていうのはだいぶやばいんじゃないですか。てか僕普通に黒髪ビジット好きなんですよね。うん、めちゃめちゃ好きなんで、だいぶ熱いな、熱いイベントだなとは思うんですけど、まあそれしか分かんないですね、性能的には。うん、どういう性能になるのかっていうのがだいぶ楽しみにはなってるんですけど、まあ楽しみに待ちましょうという感じですね。はい、まあこれですね。はい、1周年イベント開始まであと4日、ライジングバトルベジット開催決定。ステージを攻略してイベント限定スパーキングキャラクターベジットを獲得しよう。メインアビリティで自身の体力を回復、敵全体に交代禁止を付与する強力なキャラクターだということで、まず回復もできちゃうっていうね、ちょっと忘れてたけど回復もできちゃうっていう、これはだいぶ熱いですね。熱い、まあ強いでしょう。でそれプラス新しい戦術、1周年はもうえらいことになりますよ。えらいことになるいや非常に楽しみですね。これがあと4日、あと3日ですよね。31日ですよね、1周年は。で29日にアップデートが入るんで、ってことはあと2日間は開発の期間が猶予あるということで、その2日間の間にこうタックルとか射撃後の硬直とかを、まあ、ある程度掴んで、そっから思う存分、新キャラクターブルーたちとかベジットを、使ってくれという感じなのかな。いや楽しみ皆さんはですね、ちょっとこのタックルとか射撃後の硬直とか、この辺に関してちょっと思うところがあればコメントで残していただけると僕自身もねちょっとためになるんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、それではね、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンボールライフを、バイバイ。